ゾニキ追放すること、これすなわち自然の断りなり。くる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 めいた、早く終わっちゃった。ナイス、ありがとうございます。ナイスです。すいません、毎回毎回おっしゃって本当に。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ迷惑してるんですよ。そうですよね。ワフ君、その張り紙の意味知ってます？これダムでしょ。ダムって日本語でどういう意味か知ってます？ダムですよね。ライブダムとかね、あるよね、はい、ダムチャンネルってね。え、綴り違くないですか？ A ですね。めっちゃすっごいツッコミが入った。する A ですね。どういう意味なんですかこれ。これマジでバカって意味らしいですよ。バカ。ダクトとか。ダメ。なんかめっちゃ優しい声してるのに、もう悪口つるさげてるみたいな。ええ。カラオケドゥムね。ドゥム。え？さ。やるか。助けろ。ようこそどうぞ。トゥ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 。あの歌覚えたいな。白、青、茶、ピンク。序盤右に偏り寄りやすいイメージあるから、それも考えて環境メタとしてやってもいいかもな、このゲーム。茶ピンク、白、青、茶ピンク。一緒に浴びる。ちょぼちょぼちょぼ。あれ、あ、まあボタン使った人間なんで、まあ見てない、うん、右では見てない。うん、見てないっすね。今見なかったっす。いや、見てないっすね。エロちゃんってどこがキスか。エロちゃんってちゃんさんってキッチンって、僕とオラフ君ともう一人いませんでした。あ、僕はキですよ。僕、はい、キッチン。オラフさんとアルマさんはあれですね、上行きましたよね多分。はい、はい、違うかな。僕行けないですか？行けないですね。じゃあリスポーン整理から整理しましょう。待って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 。エロ電気室いなかったっけって思いました。いやー、俺通ったけど見てない。電気室で自分とすれ違った人誰ですか？あ、僕ですよ。トウヤすれ違ってます。めっちゃ該当者いる。いっぱいいるし。あれ？僕じゃ右のとことか。あ、僕、いや、僕、あの、キッチン開いて右に抜けるときにすれ違った。オケマル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 。貨物室が、赤と白。千夏源でした。千夏源。あ、じゃあ、はい。どうや、メインホール脇です。僕もメインです。あ、ゾニキエンジンです。エンジン。オラフ君とエジーさんとアルマさんがキッチン。キッチンなんですけど、僕とオラフ君って多分最速で湧いて最速で上行ってるんで、もしエロちゃんが遅れて湧いてたら分かんないです。ああ、まあそれは言いますね。まあ僕が、まあでも、後から湧いてやってたらとかあるとは思うんですけど。それ言い出したらまあちょっとキリないんで、まあ一応僕らは見てないです、キッチンは。メインはメインは東野咲夜。昨夜、はい、はい、昨夜なので、まあ、アーカイブか宿舎前なんですけど、アーカイブ結構人通ってるんで、うん、でもエロちゃんさん見てないってなったらもう宿舎前とかじゃないですか、うん、それかエンジンで湧いて上行った。エンでそれすなわちゾニキさん筆頭っていう、うん、はい、めっちゃ思ってます。あー、もうムキムキなりますけど、それすなわちゾニキ犯人になる。そうなんですかね。あ、マジか。こんな入るのか。おかわいそうに。ボタンはすなわちゾニキ追放。する。言いたいだけ。言わんや。一
ゾニキを追放せんや。忘れちゃった。すべからく。ジョボジョボジョボ。レンジ茶。レンジ茶。ナイスナイス、ロス、ナイボです。ちょっとゾニキさんのルートを聞きたいなと思って。あ、確かにそうですね。はい、ボタン押しまでの、はい、OK です。エンジンは木、エンジンでタスク、宿舎前通路、金庫でタスク、ミーティングでタスク、ボタンです。あ、ゾニキさん停電になったタイミングってどれくらいですか？停電になったタイミングはミーティング登ったぐらいでなったような。ああ、それくらいか。あ、ごめんなさい、うん、僕とオラフ君がエンジン通ってるんで見てないなと思っただけです。あ、うん、はい、あの序盤に湧いてもうあとは上の方にいたんで、その現でその位置関係だとゾニキさんの移動経路の中にエロちゃんさんが含まれる可能性は極めて高いと思うんですけど、うん、確かに出ないってことはゾニキさんが単独一人の狼か、もしくは二人がかりでなんか隠蔽してるケースぐらいしかなさそうかなって考えました。ね、多分コックピットの弁当とかって使える位置とかはいます？あのエロちゃんが金庫室で助けやってる時に救済でとかってどうですか？できるとしたらエレジスさん、僕とオラフ君はあのずっともう停電中も片時も離れず一緒にいたんで絶対救できる。でも俺あれですよ、トウヤさんと夏目さんにエレクトリカルで目撃されてるから多分届かないですよ。さすがエロちゃんさんがなんか湧いてたらコックピット先行くってありますかね？どうなんだ？ないと思う。なんかだからどっちにしろ左じゃないと思う。私が主張してないのはあの宿舎前通路で湧いて金庫で助けって時に救されたとか。あ、でも、いや、わかりました。ゾニキさんが一番切り捨てそうな気は、うん、僕は、うん、いや、とりあえずゾニキさんがクルーメイトでも多分、うん、これ飲んだ方がいいか。いや、本当に申し訳ないです。ゾニキさんクルーだった場合申し訳ないけど、うん、おっしゃることわかるんで釣った方がいいかもしれないです。うん、最終場面でゾニキさんしかいないから、うん、釣っちゃいます。最終場面でゾニキさんを絶対釣ってしまいそうっていうのは正直ちょっとあります。うん、これは飲んだ方が良さそうな気がします。あの完全に浮いちゃってるんで。違かった、じゃあ、貨物にいた3人ってこう、なんかもう絶対に貨物には湧いてないって言います。貨物には絶対湧いてない。絶対に湧いてない。なんか、湧いてたら誰かが見てると思う。あ、この3方向に散った記憶が。多分あの、2浪が、なんだろう、キルペース下げてくると思うんで、それはそれでメリットだと思います。あの、ああ、了解です。ダブキロ起きたらちょっと考えました。はい。すべからくゾニキ追放すべし。ゾニキ追放すること、これすなわち自然の断りなり。黒。そうだな、配線までやるか。インク、インク、ピンク。あ、ゲンさん、ゲンさん、左、多分左。メイン脇でゲンさんが左に突っ走っていきました、最初。その後は見てないです。はい、初手だけなんで、もしかしたら右に帰ってるかもしれないですけど、多分左です。多分です。目撃情報があったら更新してほしいかなって感じ。僕、貨物ラウンジアーカイブ所はメインエンジンでエンジンの左まで行った。ここでは見てないです。浮き子の上のタスクのところまでは行きましたけど、はい、そこにはなかったです。浮き子か。
当屋がメイン脇で、電気室、診察室、貨物室ら辺は見てるんですけど、見てないです。まあ、電気室の端っこだったら分かんないですけど。最終の最終、東屋さんが、来たのは見ました、貨物で。LG は、アーカイブで雑行やっていて、なんか夏目先生とかを見送った後、右に行って、ラウンジ、貨物の、金庫が最終です。で、その金庫に行くときに、東屋さん見ました。左にいた人間って、源さん見てます？見てないですね。エンジンじゃあちょっと今のは忘れてください。ごめんなさい。あ、じゃあ初手の情報なんで、全然わかんないです、はいはい。左に走っていくのを見ただけなんで。あ、でも貨物から僕ミーティングまで行ったんですけど、この道中は合ってない気がする。多分先端3視点で自分の城は取れるかな。同じ経路だと思うから。アーカイブ、シャワー室、メインホール、エンジンルーム、宿舎前でお会いしたと思うんですけど、あんまり。スケさんどういうルートですか？僕ですか？はい。僕は、エンジンから武器庫タスクやって、エンジンの配線やって、宿舎前するの前のダウンロードをしてるのを夏目先生見られて、ドア開けてミーティングまで来ました。これ結論誰が怪しい？ショック。夏目先生、僕とずっと並走してたんですか？並走はしてない。アーカイブ脇は東屋さん。あ、じゃあ、エレジーさんだっけの発言確定してて。なんか、で、宿舎前まで。まね、はい。なんか、しばらく動いてなかったのを見てて、大丈夫かなってしました。大丈夫です。停電になってたよね。うんうん。普通に僕、周り見えなかったけどと思った。やべ、記憶が飛んだ、今の。はい。あ、見たっけ、ゲンさん。茶色って言ったのって、一個前だっけ。なんか何人かすれ違った気はするんだよな。ここは。夏目先生だ。金庫室にいましたよ。金庫室から僕、ミーティング、宿舎、昇降機、ミーティング上がって、一番右のタスク、アルマさんいた、オラフ君と桜屋さんとすれ違っ、じゃあ、オラフ君と桜屋さんすれ違った、右行くだ。で、アルマさん見る、一緒にボタン押し。夏目先生、宿舎で見たんやけどな、僕。うん、あれ、アルマさん見ませんでしたっけ？宿舎だね。いや、僕の方が新しいです、情報。うん、あ、すみません、千田さん、それだと誰が無理っていうお話です、ね。アルマさんが 100% 無理です。アルマさんが無理です。アルマさんとしてはオラフ君の無理かな感じですけど。アルマオラフ君も無理かな。オラフ君も一緒に行ったし。アルマオラフ無理。はい。違います。はい、オラフ君と桜さん降りました、今、ミーティングから。僕が、いや、僕はもう降りて、降りて、昇降機はヌーン取って、電気直したのが僕です。ああ、じゃあ桜さん無理です。桜さんもそうですね、僕より前にいたから。で、トウヤさんとエレジーさん、コミサボの後どこ行きました？僕はそのままエレクトリカル通ってバイタルに向かってました。で、最終エレクトリカルの右ですね。浮き位置であの足落ちてます。多分トウヤがヒット怪しくて、コミサボ直した後コックピット端末チラ見して、割とミーティングらへんに人たくさんいたんで、ボタンすぐ押されるなって思って武器庫キッチンで、セキュリティで電気室入ったあたりがラストですね。え、2人は目視してます？僕は上から行ったんですけど見合ってなくて、僕はもう右側にいるんで見てなくもおかしくはないけど、あとは本当にセキュリティか電気室入ったところなんで、左側です、電気室の。これは僕はゾニキさんで落ちてるとあまり思ってないので、ケアでついたいと思う。どうやかな。なるほど。
トーヤさんかエレジーさん行きたいな。二郎考えるんだったら、サクヤさんとオラフ君の二郎じゃない。いや、アルマさん目線絶対。いや、僕目線でもきついっす、サクヤさんとオラフ君。どちらから行きますか。僕は一応トーヤさんに行ってきます。まあ、エレジーさん入れましたが。いやこれ大丈夫かな、これ。ボタンって余ってましたっけ。僕押してます。ないです。僕もない。ナイスです。うん、ナイスボタン。うん、こうなっちゃうか。こうなっちゃうというのは？いや、ボタン押したから。いや、あと僕は小屋さんで終わるかなと思ったんで。ああ、そう。はい、ゾニキさんがそもそも、まあ、僕の意思になったじゃあゾニキさんがそもそも違かったって話か、もしくはでもトウエさん、あ、そう、トウエさん。ゾニキさん黒でしょ、ここであれやったら。え、違うのかな？したら僕ってことになりますね。要はそのあなた、オラフさん的には僕とゾニキさんがインポスターってことですよね、それは多分。いや、もう昨夜さんとアルマさんは無理かな。あ、でもセンターさんは無理なんか。まあ、最終位置、優秀な。昨夜さんとオラフ君の互いの情報が全然出てこないのがすごく気になってるんですけど、僕とオラフ君が一緒にミーティングまで行って。あ、じゃあその後です、最後だったら、容疑は多分最後なんで。あ、OK です。じゃあ最後だったら僕は一旦はしごで降りたんですけど、でもアルマさんと昨夜さん残してる状態でキレされたら怖いなと思って、一回はしごすぐ残りました。で、センターさんとアルマさんが、ミーティングの真ん中ぐらいにいるのを確認してます。僕も最後だったミーティングで、アルマさんとオラフ君残して、そのまま昇降機降りて、あのヌーン使って、即で直しただけなんで。大丈夫と思うけど、てか、これどうします？いやね、僕釣ります。でも釣っちゃった方がいいと思います。僕目線だと、もちろん僕は白なので、4人盤面で、タスク割りそうかっていうふうな相談してもらいたいんですけど、村目線で、あのまあ一応ケアでっていうなったら全然構わないです。リリーさん目線どうなってんの？僕は東屋さん、でもあのこれで僕は正直終わると思ってたんで、あの東屋さんで終わんないってことはゾニキさんが違くて東屋さんが初手キールしてんのかな。でもちょっと場所は分かんないです、申し訳ない。だってレチーさん目線相方って誰になりますかね。あのアルマさんどこ入れました？ LG さんに入れました。あ、まあ絶対1落ちる。これはスキップしますけど。いやー、終わってくれればな。 LG ゾニキかが一番自然じゃ自然だけど、 LG ゾニキ、うん、あーよかった。おーよない。うなぎだ。トーヤさんだ。あ、エレジートーヤか。あ、エレジ、あ、危ね。そこの二郎だったんだ。申し訳ない。ごめんなさい。いや、そこはもっとまとまってて切るべきだった。いや、最後ちょっと難しかったっすね、動き。そうですね。申し訳ない。ゾニキさんも申し訳ない。エレジートーヤか。いや、全然置いてなかったな。トーヤさんが最後切るですか？そうですね。最後です。だから、なんかエレジーさん、無罪っぽかったのか。そういうことか。僕は、そうですね、バイタル見てましたって言って、もう正直、3キルで固まって難しそうだったから身内切りして5人盤面で3キル狙おうぐらいの気持ちだったんですけど、ゾニキさんじゃなかったのか。ゾニキさん申し訳ない。めっちゃゾニキさんプロジェクトで考えてきてました。申し訳ない。で、あの夏目先生 の, あのエレクトリカルの目撃証言正しいんですよ。あ、そう、あって正しい。あ、僕とエレジーさんが全力で消しました。あのその後エロちゃんさんが、貨物に抜けてきて、あの覚えるところあるじゃないですか、貨物の左の、そこでキルしました。あのボタンのちょい前ぐらい。なんか痛いよなって思ったけど、二人からあんな勢いでさ否定されちゃったら、俺それですそれですみたいな。はい、そんな感じでした。怖かったな。めちゃなんか確証が全然ないから、うん、そうなんだ。ケアするなら、オラフ君と酒屋さんの二郎ケアするならって感じだったから。あ、まあそうっすよね。ああ、もうちょっとそっちで押すべきだったかな。でも最終の最終の情報が強かったですね。あの。うん、まあ、6人盤面で綺麗に二郎浮きましたからね。そう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 。あれはそっかなり手がかったですね。いや、強かったです。うん、